ということで、さあ、今回はですね、和製号の外部書き講座の第1項をちょこっとだけお見せします。まあ、総計の問題だけでやってるやつなので、まあ、ゴン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 レベルは上がっていくんですけど、まあ、最初の序盤のやつなんで、まあ、皆さんが見ても解けるような問題もちょっと入ってるっていう感じになります。後半になっていくと、もう、はっていう問題もたくさん出てきます。正語だったりとか、正序だったりとか、様々な出題形式をやっておりますが、気になった方は、和製号のホームページ行ってもらえればいいんじゃないかなと思います。それでは、どうぞ。はい、ほどではさあ始まりました。いよいよですね、はい、早稲田慶応の文法をめっちゃ解いていく講座になりますね。まあ100台としてますが、100は優に超えると思います。非常に多くの問題を解いていきますので、まあザカザカザカっとですね、一気にやっていきたいと思います。はい、それではですね、第1問目からいきましょう。早速やっていきますね。はい、2020年のスポカの問題ですね。早稲田です。早稲田スポカはね、前にきちんと英語のね、きちんとっていうのもあれですけど、独自入試やってたので、たくさんの文法問題が出てきました。やはり基礎をやるにはスポカの問題が一番いいので、スポカからやっていきます。そしてやっぱりスポカと法学部っていうのが文法っていうものがメインになっていきますので、そちら2つをたくさんやっていきたいと思います。空所補充ですね。そして慶応の商学部もこの4択の問題で出ますので、やっていきますね。で、その後、まあ、正序があったりとか正語があったりっていうのは後々やっていきます。で、さらにやっぱりですね、人科の前置詞とかもね、厄介だと思いますので、前置詞についても話をしていったりしていきます。はい、ではそれではいきます。はい、早速ですね。はい、Choose the one word or phrase that best completes the sentence、ね、はい、埋めるのに一番ベストなのは一体どれってやつですね。まあ1問目は楽勝だったと思う。まあそんなに難しくないですね。 It comes to placing the ball on the court just soNo one can hold a candle to heart っていうので、別に表現自体は難しいのはこう中にいろいろ入っているんですけど、 It comes to ing というもうめちゃくちゃ有名なものが出ているので、そうです、これのこととなるとという when が正解です。 When it comes to 何々ですね、なんとかのこととなると。で、この to は前置詞ですので、後ろには ing が来ますね。はい、このこともちゃんと押さえておいてください。後ろ意味わかんないですけど、この辺ね、わかんなくても正解は選べます。だから本番ではもうそのままバーっとですね、解いていっちゃえばいいです。意味なんか考える必要はありません。まあ、一応どういうことかっていうと、ボールをですね、コートにですね、just so って言ってるので、あ、これ、あんまそんなにすごい使う表現じゃないですけど、まあ、ぴったりとその位置に置くことができるっていうですね。テニスでなんか狙ったところに、スピーンってなんだ、バーンって置くとですね、こう打つことができるとか、そういった形の話なんじゃないかなと思いますね。コートって言ったらバスケットボールかテニスだからね。はい。で、no one can hold a candle to heart ですね。まあ、イディオムですね。no one can hold a candle ですね。to 誰々。で、キャンドルを、こうやってやって、どういうことって思うかもしれないんですけど、これ勝てないって意味です。彼女には誰も勝てないよっていう風に言っています。なんでキャンドルなの、なんでろうそくなのって思うかもしれないんですけど、実はこれですね、ろうそくを持ってこうやってやるっていうのが昔の召使いさんの働く、ね、仕事だったわけですよ。でもで、この働くこのキャンドルすらお前はできんのかいってですね、ホールダーキャンドルすることすらできんのかい、お前は全然ダメだっていうのから来たと言われています、このイディオムですね。はい、イディオムです。ただまあ全然そういうのを知らなくても答えを出すのは簡単ですから、一瞬で when を出しましょう。はい、次です。 I なんとかthe piano after I started high school and became too busy っていうふうに言ってますね。まあこれよくあるやつですね。 stop to か stop ing ってやつですね。まあ知っていると思いますが、 stop to っていうのはなんとかするために立ち止まる。早稲田のレベルだったら立ち止まるだけじゃダメですね。なんとかするためにやめるとかっていうのも知らないといけません。はい。で、今回は当然ピアノを習うのをやめた。stop ing の方ですね。何々するのをやめる。stop ing ですね。はい。やめる系と ing は相性がいいですよね。finish ing、quit ing、give up ing いっぱいありますね。はい。で、stop to ing はないですから変ですね。はい、おかしい。で、で、C は stopped to learn ですね。learn するために、止まったっていう風に来て、なんだするために止まったっていうので、ただまあ、learn の後ろに play っていう動詞2個並んでる状態になってるので、どっちにしろダメですね。はい。なんで C はダメ。はい、さっき、そっか、するためにやめるって言いましたけど、そう、するために止まるっていうのもありますね。はい、ですが、stop the learn of ってなんでこんなところに動詞が現れるの、ザと後ろに意味不明ですね。はい。次いきます。サマー、I'm sure that she will be なんとか to show you around town。
delight, delighted, delightful, delightfully って言ってますか。はい、主語は C ですから、彼女は嬉しい、喜びをもらう側ですから、would be delighted が正解ですね。はい。誰々 is surprised とか誰々 is excited とかって知ってますよね。感情っていうのは受け取るものですから、はい、なので誰々 is delighted っていう風になるわけですよ。だってそうでしょ、はい、今から喜んでくださいどうぞっつったって喜べないでしょ、はい、でしょ。今からはい驚いてくださいどうぞって言ったってできないでしょ、はい、今から興奮してくださいさあどうぞって言ったって、ね、自分の意思でできるものではないんですよ。必ず感情の原因があって、それを受け取る形でやるっていうのがこの感情の動詞とか感情の形容詞っていうものなんですね。はい、delightful だったら、ね、彼女がその喜びを何かしらこう与えるものになっちゃいますので、はい、delight は違いますね。彼女動詞だったり、ね、するやつです。はい、で、show人 around ですね。これをこう見せて回る、案内するとかっていう表現です。はい、この辺もちゃんと押さえておきましょう。4番、When the swallows defeated the giants 9-3.It could be said that the swallows outscored the giants なんとか runs. なるほどね。はい。スワローズがジャイアンツに勝ってるわけですね。はい。やっつけたっていうディフィートですね。勝つっていう場合にこれ win を使っちゃいけないっていうのもちゃんと知っとかなきゃいけないですね。スワローズ won the giants とかっていうふうには言えないですね。そう、win っていうのは勝ち得るですから、ゲットするっていう意味ですので、そうではありません。勝つっていう場合、このディフィートや、もう一個、beat を使わなきゃいけないっていうね。はい。一応書いてみますか。B を使ってね。これで勝つです。はい、で、9-3でですね。はい。もう、ここにね、ヤクルトスワローズ大好きのね、佐藤幸雄先生がいたら、うーって言ってるかもしれないですけど、まだ来てません。はい。で、9-3で。で、こういう風に言えるよ。スワローズっていうのがアウトスコアですね。はい。これだけスコアで勝ってるっていう意味ですね。アウト何々ってそれに勝るっていう意味ですから、はい、ジャイアンツにどれだけ勝っているかって言ったら、ランズっていうですね。そうなんですよ。野球ってランなんですよ、スコアのことって。なんかさ、まあ、スポカだからいいのか、そうだよね。はい。で、6、ランズ、ね、差であるって、これ、差を表す場合ですね。まあ、これからこの話は何度か出てくると思いますね。増えるとか、減るとかですね。そういう時に差を表すよとかっていうので出てきたりする場合になります。はい。なんで、6点差ですから、9-3ね。だから、倍、6、ランズっていう風になりますね。まあ、いろいろね、このスポーツによってね、違ったりするので、もうバスケットだったら、ポイントですよね。あれは。あれは、1回で2点、3点とか、まあ、フリースローだったら1点っていう風に点数が変わるから、ポイントで、やるけど、サッカーとかだったらゴールですね。1ゴール、2ゴール、1回に1点しか、ね、ならないですから。はい、っていう風に様々な、ね、数え方があるんですよ。野球は一周するからランなんですよ、はい、ホームランって言うんですよね、はい、ということでした。この辺のこともちゃんと押さえておいてください。この差の場合ですね。で、アウトなんとかっていうのはいっぱいありますので、はい、なんとかに勝るアウトウィットとか、はい、これに勝りますよっていうのが出てきたりとか、なんとかよりも上売れるですね。アウトセル A アウトセルス B って言ったら A の方が B よりも売れますですね、こっちの方が人気だよとかっていう時に、出てきたりします。アウトウェイだったら重さが超えるということから A の方が重要ですって言うんですね。 A outweighs B って言った場合に A の方が B よりもこう重さがあるよっていうので A の方が重要だよなんていうので出てきたりもしますので、はい、こういったのも総計レベルだと思ってちゃんと押さえておいてください。はい、まあこんな感じですね。レベルは高いし早いです、喋るのがね。多分普段の動画見てる人だと分かんないと思うんですけど、総計レベルでは私はもっと早く喋りますので、なるべくたくさんの情報を与えるっていう感じになりますので、そういった感じでやっていきます。はい、それでは次の問題いきますね。今度は法学部の2019年の問題やっていきましょう。Choose the best option from the following list to fill each of the blanks in the passage below. If no word is necessary, choose option G. You may use any option more than once. というふうに言ってますね。はい、この A から G の中から入れなさいと。で、1回よりも多く使っていいよって書いてますね。More than once というふうに書いてあるので、何度も使えるので厄介ですね。はい、1回だけではないと。で、しかも今回 no word も入ってますから入らないよっていうのも可能性としてあり得るっていうので厄介です。まあこういうのがね、法学部の厄介なところなんですよ。はい、いきますね。William Butler Yeats was born なんとか Dublin ですね。はい、ああ、イエイツね。これ非常に重要ですけどね。このイギリス文学とかで勉強した人とか勉強する人ですね、多いかもしれません。はい、で、場所ですね。はい。ダブリンという場所が来てますので、答えはインが入るので、はい。C ですね。
in Dublin ですね。まあ、born in Tokyo とかと同じ感じですからね。で、June 13th, 1865と言っているので、はい、日付が来てます。日付は on ですね。on June 13th。こんな基本的なの出るんですか？出ます。はい。こういう基本的なものが出るので、ちゃんと押さえなきゃいけません。He studied to become a painter. Painter になるために勉強した。Like his father.ね、はい、ファーザーのようにって言うとね、発音ファーザーですからね、はい、ファザーじゃありません。で、But abandoned that profession、 その仕事を辞めましたとね、捨てました。1886っていう年が来てますから、はい、いいんですね。1886年に。で、favor of literature、 はい、文学の方を好む。 in favor of ですね、はい。またいいんですか？そうなんです。そんなにいいんばっかでいいんですか？いいんです。はい、厄介ですね。He was heavily involved, be involved in ですね。はい、これに関係している、関わっている。The movement for the Irish Literary Revival, revival ですね。And founded the Irish Literary Theatre ですね。あ、theater、イギリスでですね。T-R-E。アメリカだったら T-E-R ですね。はい。設立にって言って、これだってさ、すごくない ?4 つだよ。5つのうち4つがインでね。これはさ、ふざけた問題だよね。完全に受験生の心を惑わすためでしょ。え、インばっかりでいいんですか、違うのを選んじゃわなきゃなーっていうふうにね、選ぼうと頑張った人を、ね、この落とし入れる、とんでもない問題です。そういうふうにやっちゃダメです。インでいいんです。自分を信じてやってください。これが大事、はい。まあ、日付とかっていうのはね、いわゆるナイトの場合だとアットですとか、夜明けね、あったドーンとか、夕暮れ、ダスクとかね、こういうやつってもうちゃんと知らなきゃいけないし、in the morning, in the afternoon, in the evening とか、こういうのもちゃんと押さえておかなきゃいけません。ただし、いわゆる特定の日だった場合は全部オンに変わるっていうのがむちゃくちゃ重要になりますので、はい、知っておかなきゃいけません。On the Sunday night とかですね。So the, on the morning of April 10th とかっていう風に決まった日になったら全部 on に変わりますのでね。はい。だから気をつけてくださいね。そう、特定の日ですね。On the Sunday night、on the Sunday morning とかね。っていう風に on に変わるっていうのもよく問われますね。うん、これは早慶でも問われるので、はい。この辺のことはちゃんと押さえておきましょう。はい。こんな感じでやってますので。まあ、かなり早口で喋るし、レベルも相当高いものになっておりますので、まあ、ただ読みとかユーテラでやっている文法よりも全然はるかレベルの高い内容になっておりますので、気になった方は、ぜひともそちらご覧ください。まあ、よくね、もっと深いことやってほしいとか、レベルの高いことやってほしいってやってますけど、まあ、それはちょっと一般向けにやるのはどうかなと思っておりますので、レベルの高いのをちょっと学びたいという方はぜひお願いします。で、まあ、教材自体は配られている状況でやるので、まあ、今回は教材皆さん持ってないと思うので、アップにしましたけど、問題を映ってる時はそういう風になっておりませんので、まあ、普段のねテロップいらないとかね、邪魔だとかね、カット編集するなっていう方はそちら見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひともお申し込みください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.